宝さ山は、福岡県筑紫野市と太宰府市にまたがる山であり、別名を五笠山、鎌戸山とも言う。かつての筑前国五笠郡の中央にあたり、福岡市の南東、太宰府市の北東部、筑紫野市の北東部に位置する。古くから霊法として崇められ、山頂の巨岩上に、鎌戸神社の上風があり、全山下鉱岩で、栄英英彦山、セフリ山と並ぶ。 主限道の礼法である。また、中世高橋市の本拠である、宝満山城が築かれた。山頂の眺望は抜群で、西から、セフリ山地の山々、博多湾、玄海灘、三群連山、栄彦山、古書山、真宮山、杖山地、九十山の山々、福岡、筑後、佐賀の山平や、有明海の彼方に、雲仙岳も遠望でき、両線沿いに、 仏頂山、山群山へと至る道は人気の高いハイキングコースである。数多くの登山道があるが、太宰府側からのものが登山者が多い。古くから太宰府と密接に関わった歴史があり、古代から近世の遺構が多く残っており、日本の山岳信仰のあり方を考える上で重要な山として2013年10月17日付で、 文化財保護法に基づく史跡に指定された。最も古い名称で、筑紫の死の二日、四方面から望むと、傘の形に見えることからと考えられ山全体が、御神体として信仰されていた六には、日本初期にも記される、三笠の森の史跡がある。この山の九合目にある、鎌戸岩によるという説と、貝原駅圏の筑前国族風土記には、この山は、 国の中央にありていと高く、増加、新州の集まれるところにして、神霊のとどまります地なれはにや、畜死の国の総鎮守と称す。と書かれてあり、かまどのような形をしていて、常に雲霧が絶えず、それがちょうどかまどで煮たきをして、煙が立ち上っているように見えることからという説がある。マン山では、5月に、 大勢のヒキガエルの妖態が一斉に頂上に向かって移動することで知られている。以前から春の目撃情報は寄せられていたが、2016年5月に最初の上陸が確認されて以降、毎年有志による観察が行われている。また、2020年10月にはこの山のヒキガエルが、ダ宰イフ市の市民遺産に認定されている。なぜヒキガエルがこのような行動をとるのかは不明だが、 カエルを踏んでしまった登山者の足についた匂いをたどったのではないかと推測されている。AB 地図閲覧サービス25000分1、地形図名、太宰府、森博子、太宰府発見歴史と万葉の旅西俊明、2003年5月16日、107ページ。奇跡等の指定等について、文化庁。 2013年6月21日平成25年10月17日文部科学省国時代142号法ー山が新たに国史跡に指定 NHK 福岡ニュースウェブ2013年10月23日 AB 山頂を目指す無数のカエルの更新登山仲間で謎に迫った朝日新聞デジタル朝日新聞デジタル 2021年5月26日閲覧。AB、踏まないでね。引き返る1万から10万匹、なぜか山頂を目指す。科学、IT、ニュース。読売新聞オンライン。2021年5月26日閲覧。40日かけ山頂を目指す。引き返る市民遺産に車に引かれ、蛇に食われ、福岡、太財布。毎日新聞。 2021年5月26日閲覧。ありがとうございます。